よく寝たわよく寝たわ。8時間半寝たわ。おはよう、ハッピーガール1。ありがとう、よく寝た。ケンタッキーさん、ありがとう。またまた。ポイント3倍ありがたい。みんながたくさんメダル、ほらメダル獲得してくれたから。ピースさん、こまった。ボヤッキーさん、こまった。息をしても太りさん、パチパチ、ありがとう。おあいささん、くまちゃん、ふわゆさん、くまちゃん、ありがとう。寒くない？大丈夫？え、うん、やっぱりしっかりパジャマを着て寝たら寒くなかった当たり前体操。ウクスチュンさん、くまちゃん、タッキーチ、くまちゃん、ありがとう。ほんと穏やか。みんないかがお過ごしですか。今日はね、ちょっと1時間遅くスタートなので、今日の朝の1日も1時間遅くスタートしてみました。ドラクロさん、クマちゃん、ありがとう。マルジーさん、モンバンさん、ヨイチーさん、ラブラブ、ホーチ、ホットケーキの、あ、食べたい。シルバースツツビさん、お手紙、モシャさん、ありがとう。ヤギさん、花束ありがとう。サイバーボブさん、ハート、あつつさん、くまちゃん、ありがとう。アイスレモンさん、バタバタ、ありがとう。うん、いい目覚めよ。マルトモちゃん、くま、ありがとう。シルバースツツビさん、ハート、アイスレモンさん、バタバタ、ありがとう。いい目覚め。でもさ、なんかもっと眠りたいなって感じ。ぶんちゃん、ハート、ありがとう。ハチさん、ラブ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 、ありがとう。お、いいですね。ウケる。ありがとうございます。ミッション達成。サンソンさん、ハート、ありがとう。メガさん、ハート。サンソンさん、キラキラ、ありがとう。ヤスさん、ハート、ありがとう。ナナちゃん、ハート、ありがとう。ガニ股走り見てきた、やった。ピロコさん、ハート、ありがとう。トリガーさん、キラキラ。ノラさん、ありがとう。花束。マヤチンさん、マルさん、ハート、ありがとう。鼻水が出そう。出なかった。鼻水が出るかな。マルトモちゃん、キラキラ、ありがとう。つぶちゃん推し、くまたのせち、ハート。フリマルおばかさん、くま、こばさん、ハート、ありがとう。うん、昨日はまた部屋の片付けしたアムトンさん、くまちゃん、ありがとう。こばさん、ハート。のぶーさん、ちゃんとんこつスープ、キラキラ、
うん、アプリの調子悪い。頑張れ。なんでなんだろうね。ラーメン食べたいわ。なんか行列ができてるラーメン屋さんとかさあるじゃん。普通に何が美味しいのか分かんないけどね。だからさ行きたいって思ったりする。そう、早の片付けした。のりちゃんラブラブありがとう。 B ショップアンさん花束私はね、豚骨ラーメンが好きだけどね。なんか挑戦してみたいラーメン。うん、うわー、つけ麺食べたい。油そばとか味噌ラーメンが美味しいんだよね。食べたい。確かに激辛やばいでしょ。超辛いやろ。カー君、タガケイさん、クマありがとう。タガケイさん、ポムさんありがとう。タガケイさん、いいねありがとう。ヒロさん、ハートありがとう。辛い系確かに麺食べたくなるな。ヒロさん、神川村さん、神ありがとう。三田製麺所行きたい。国居ラーメン食べてない。あ、鬼金棒でしたっけ、鬼金棒でしたっけ、鬼金棒なんだっけ。アイルトン佐藤さん、かわいい、ありがとう。タイムリー、期間棒か。読めた。ほら、キコさん神、ポムさんクマありがとう。そうだよ、確かに辛い。そうじゃん、喉がさ破滅に追いやられるかもしれない。寒辛いの食べた。あー、カレーうどんもいいな。キコさんクマありがとう。いいなぁ、食べたい。見た製麺所、あれはネギシネギシはちょっとスキン、朝のスキンケアしてないのでスキンケアしよう。乾燥してきた。朝原さんありがとう。ね、ネギシ。焼肉食べたい。おひかち従事者さん、クマ。あずささんありがとう。クマちゃん、リコチコの子、クマちゃん、コバさんハート、あずささん神、コバさんハート。ローストビーフ丼とか食べたいね。いいね。つぶちゃん推し、クマ楽しい。コバさん、まあ、麻婆豆腐ラーメンいいね。ツーレスさん神ありがとう。うわー、お昼ご飯悩む。うん、丸亀もいいよね。あ、蒙古タンメン気になる。
どんなお味なのか。ケビン・アルファンドリーさん、ハートありがとう。あずささん、くまちゃん、ありがとう。だいぶ気になりますよ。今日はオイコスのヨーグルトしかない家に。最近食べ過ぎかなって今更です。ケビン・アルファンドリーさん、ハート。タイムファイヤーさん、コマちゃん、ありがとう。コマちゃん。そう。でもさ、辛いのってさ、快感じゃない。たこ焼きだけ食べ過ぎ。たこ焼きやばいよね、本当に。キャンかわいいですか。確かに。辛さはね、うまさではない、味ではないのか。すごい。納得。目頭に絶対今まつげがさ入ってる気がする。痛い。頭皮から汗出る、やばい。デトックスできるかも。そう、春カイロ。よくわかった。寒すぎて。この化粧水続ければ続けるほどちょっといいなと思ってくる。2週間目とかなのかな、この化粧水を使い始めて。なんかね、肌が落ち着くように感じる。ジャックさん、キラキラありがとう。そう、 77% ドクダミ？毒ダミなんですけど、なんかすごいね、お肌がね落ち着く。あさり系なら東京駅八重洲中央改札内のリンってラーメンが絶品。食べたい。なんだこれ。種田くまさん、ありがとう。だるま毒ダミちゃん、確かに。STU イベントないらしいね。なんか佐藤のすけさん、かわいい、ありがとう。誘拐されてたね今。そっか、現場好きな STU 加工しは大変だね。と
太丸さん点ありがとう。いいな、私も現場勢になりたい。なんしとんねん、すっぴん子供やばい。そうよね。柴さん神ありがとう。エケちゃん、あ、ジャズか。ジャズ羨ましい。私も出られるメンバーになりたいんだけど、ジャズ一生無理。マイカー公演もしたいよね。マイカー単独したいな。土台完成。かわいい。うまー。りゅうきさんだるまありがとう。123さんラブラブありがとう。ていいちさんありがとう。ハート。嘘、3月4月って絶対私の生誕祭が来るんじゃない。まさか私の生誕祭来ないつもり。りゅうきさんだるま、あーさん雪の結晶、りゅうきさん千万両、今まだふーちゃんの府中さん、キラキラありがとう。うん、星止め本当に50万ポイントが止め5名超え、めっちゃ嬉しい。みんながつぶちゃんだからさ、ナチュラルメイク。じゃあ今日はナチュラルメイク、いつもナチュラルやけどな。平成天狗さんありがとう。キラキラ。アムトンさんハートありがとう。そっか、卒業公演とかもあるのか。母さんありがとう。困った。ツアーもです。え、忙しくなりたい。私は STU のそのライブとかで忙しくなりたい。これ試供品もらったの、前一度使ったことがあるので安心できる。クモありがとう。山猫坊主さんクモありがとう。母さん神ありがとう。そっか、タイムファイヤーさん神ありがとう。ターさんすごいね、神ありがとう。
ちょっと紫色っぽい下着。やっぱいいね、香りがいい。22歳の生誕だからツインテール。本当に本当に私がツインテールでいい。バディズさん、ハートリー、チームリリーさん、クマありがとう。本当にちょっと明るさ明るさが微妙。やっほー、燃える？いや大丈夫かなと思って。20歳の生誕ではもう特大ツインテールしたんですよ。でもそしたらなんか21歳の生誕祭は大人っぽい髪型にして、声が上がって、だから21歳はまとめ髪にしたんです。22歳はまたツインテールに戻っていいんですか？そうよ。肌がさ、本当にちょっと肌悩みが減ってきた。嬉しい。30まで続けてもいい。次はさらに大人っぽくもいいね。確かにお腹鳴った。元気なお腹。私で毒舌か毒舌？え？眩しすぎて何にもさ見えない。ラストワンさん、キラキラありがとう。あー、お腹空いた。あ、そういえばさ、銀だこのさクロワッサンたい焼き食べたよ。小豆味めっちゃ美味しかった。今日も食べたいぐらい。当たり前のことを言ってるやばいやばい。毒舌じゃなく、毒舌じゃなく当たり前のことを言ってる。ほら、やっぱり目頭にさまつげが入ってた。だから痛かったんだよ。痛くない？目頭にまつげ入ってた。めっちゃ痛い。たこ焼きまだちょっとあります。でももう今日で食べ終えそう。賞味期限どうなってるんだろう。
14時50分さ、14時50分で思い出した。お話し会の受付は本日13時までです。もう言うのはタダだからね、もういくらでも言ってみようと思ってる。みんなはやべえとかならなくていいからね。2月のお話し会はもうこれが最終受付です。ああもっと話しておけばよかったとかならんように今のうちにお願いします。2月18日だっけ、はあのオンライン話し会ではメイドさん来ます。4種類着るつもりだけど、本当にいけるかなって思ってる。いける、かわいい女の子連れてきて。で2月24、25の広島でのリアルお話し会は初日、1日目は原田さやかちゃん、ぴゃちゃんとお揃いコーデを広島 BKK さん、ハートありがとう。で2日目は私ラブライブが本当に好きなんですけど、矢沢にこちゃんのツインテします。確かに隣のレーンだったら超最高じゃんね。ひーさん、ココア、ありがとう。うん、今回遅めの時間だったリアルたちと。ポーズはもうね、もう決まりだよ。まあ、わかんないってなったらニッコニッコにすればいい。え、ニコニーってでっかいリボンとかつけてたっけ。わかんない、どういう系のニコニーになるかはまだ自分も定かではない。マジ落ち着きようか。スノハレいいね。私もスノハレが一番、どれが好きかな。夏色笑顔でワンツージャンか。やっぱり私のその原点、ラブライブを知るきっかけになったのは夏色笑顔でワンツージャンプなので、でもね、進めトゥモロー、熱い心抱いて走った、もうめっちゃいいと。なんで私が生徒会長にみんなの勧めでなっちゃった。
この歌も好きです。なにそれ、ツーショット楽しそう。あれか、その春神田名人って呼びますか、神田名人って呼びますか、いいの、私はね、ラブライブアニメ勢なので、どっちかって言ったらアニメの歌がやっぱり好きですね。アニメで歌われてる歌がね、ほんとラブライブって天才だよね。神田明神、うん、アルバンさんありがとう。神行きたいな。あ、そういえばなんか、そうだ、神田明神、聖地巡礼とかやっぱ楽しいよね。アルバム神、コバさん、クマちゃんありがとう。コバさん、雪の結晶もありがとう。確かに、コバさん雪の結晶ありがとう。暇ならいけるか。神田明神ってどこにあるんですか。神田、神田ですか、もしかして。野原しんのすけ、のすけさん、ハオトリュ、いい、ないの。山ちゃんハートありがとう。あともう一つ、その水族館行きたいんだよな。どっか来やんだ。山ちゃん、コバさんありがとう。でも、うん、行きたいって思うとこがもう、出ないね。有名ですか？有名っていうか、なんか綺麗ですか？うん。水族館いっぱい行ってるね。
レインボーマンさん、ありがとう。品川、夜の方が綺麗。わお、夜が綺麗。うん、神田明神ってさ、それか、AKB さんがみんなそこでやってる。コバさん、ハートありがとう。成人式イベント、え、マジ憧れだったよ。できなかったけどね。サラビとかも悔しかったんやないかね。悲しい。悲しすぎる、それは。つぶちゃんかわいいよね。つぶちゃんアバターずっと着てていいよ。私もかわいすぎてもう癒される。これでいいかしら。確かにクリスマス感えぐいね。初代寒がりサンタです。サマークリスマスか、なるほどね。初代がつかない、初代ハッピーガール。
うん、そう。ゴルダルとか始まるんかね。変わっていくんやない。レインボーダル来たらやばいね。ついに来たか。よし。2024年ハッピーガール、ああ次はじゃあ2025年ハッピーガールとか来るんじゃない。チョコとチョコをみたいな、そんなんが始まりそうよ。チョコとチョコ。私が生徒会長にみんなおすすめで、ゆうちゃんホットココアありがとう。猫は猫で猫さん、ホットココアありがとう。ココアも飲みたいね。私さ、ココアさんのさ写真集のさタイトルさ、心の中って予想してたんです。そう、そしたらさ心の空だったからさ、欲しいみたいな。私もしかしてプロデューサーさんと考えてること一緒ですかって思ってちょっと嬉しかった。心の空か、空も素敵って思った。くどどくどど自節やすす。アバターもらってもらって、かわいいでしょ。コバさんハートありがとう。今日のメイク大丈夫？大丈夫だよね。ホットココアお待たせ。いいね。いやなんかでも考え、なんか違うよ。なんかネタ感あるよ。ちょっとおしゃれに行かないと。ファースト写真集なんだ。かわいい？大丈夫？美人さんですか？本当？それは恥ずか
かしいから何も言えないけど、エリンギ確かに。うわー、アイルと佐藤さんめっちゃ可愛い。嬉しい、ありがとうありがとう。じゃあ信じる信じるね。チコだよ。眼鏡かけて見てる？見ても大丈夫って？履歴中写真集本当に？ただの風景？行ったな。お日様コーヒーさん、かわいい、ありがとう。やばい、ここ超狭い。顔半分。小さな恋のメロディーさん、ありがとう。キラキラ。渡辺さん、神ありがとう。写真集履歴で風景写真やば。もうみんなもそれなんだったら、そういうもう風景写真集を買うべきだよ。工藤理子の写真集じゃないじゃん。こっちを探せ。もういいね、面白い。熱っ。確かに履歴スクショ取っとけばね、履歴写真集作れるよ。ヨーグルト、
んなちょっとその気持ち忘れないでほしい。私の写真集を見たいという気持ち、ちょっとみんながプロデュースする感じの、そういう気持ち忘れないでほしい。忘れないでいて。しんいちさんありがとう、ハート。リマロバカさんありがとう、クマちゃんありがとう。完成。後ろもやっとこう。やっぱお風呂での写真はさ必須だよね。マジ？バンジージャンプとかどう？ユナモトンさん神ありがとう。お風呂とか水着はいらない。あ、そういうことか。お風呂で水着はいらんかと思ったけど、お風呂のショットとか水着とかはいい。健全オタクじゃん。こっちの肌見せダメオタク？どっちかって言ったら水着みたいの方が健全オタクではあるよ。バンジージャンプとかどう？高幸さんありがとう。ヨナモトンさん神ありがとう。そっちって、そうそっちよ。ほんとめっちゃ面白いじゃん。ちゃんと見たいって言ってくれる方があれじゃない？オタクとしては、私としてはいいけどね。水着見たくないみたいな、ごめんけど、ごめんけど、なんか水着見たくないですみたいな、すいません。本当に工藤理子さんわかんない、どっちかもわかんないけど、なんか理子の 裸は俺のものだってタイプか、あのは健全じゃない。リコの裸は俺のものだタイプはちょっと健全じゃないかも。うん、ちょっとリコの裸は俺のものだはやめた方がいいかもね。うん、そうよね、韓国語で読めない。アンニョン神ありがとう。神こまわ。うん、まだお昼でございます。お昼よ。ということで完了。このリップの色かわいい。アミューズヌーディーピンク。ステファーちょっとエースになったし、私も頑張りたい。ステフォーテート引っ張っていける一人の工藤理子になりたい。あー、なんて素敵な日だ。
ありがとう、本音を教えてくれて。ソニーキラキラありがとう。ウッポさん神ありがとう。センターマリコが見たいだって嬉しい。フリマロバカさんコマタンありがとう。ちょっと着替えようかな。もう私はだいぶ引っ張ってきてると思う。いやほんとそうなりたいよ。引っ張れる存在になりたい。引っ張っていきたい。あにょーんこんばんはもうなんて言ったら分かんないからさ、とりあえずギフトと同じ動きしてみた。そんな寒いん？ガチ？STF48 をいい意味で暴走させてみせるぜ。ねえゴディバのヨーグルトあれから全然出会えてないんだけど。好き。日差しが出てる間暖かい。ちょっと厚切り板しよう。厚切り板。ちょっと毛先がバラバラになってきてるので切り揃えたいと思います。何眼科お疲れ様。いや本当にガチ私の水着が見たいって言っていいからね。みんな口を揃えて言ってよ。リカの水着が見たい。え、どうした？昼間だぜ。DJ さん神ありがとう。パンツ桜花さんありがとう。神 DJ さん神ありがとう。みゃんこ先生ハートありがとう。前の方で見たい。どうぞ。おお。リゴの写真水着が見たい。キャプテン立候補制で投票方式のリゴチが一番可能性あると思う。立候補するのは私だけじゃん。それだったら私立候補するかな。いや STU の未来を私が担っちゃい、その家事は私が取っ切っちゃいけんやろ。確かにわかる。ファッション雑誌的なめっちゃおしゃれなさ服とか着てるのいいよね。わかる。うん。カイロも持っていくね。推薦方式だったら誰なんだろうね。ショールームで決めればキャプテンになれるかも。みんなが課金して私がキャプテンになるのやばいじゃん。何よそれ。
確かに肌の保湿もそうだね。マジ肌治安がちょっと良くなってきて本当に精神も安定してる。肌治安大事。やばいじゃん、ここの湿度。あ、加湿器止まってる。やばいかも、もしかしたら。お昼休み、やっほー。ゾンビバタコマタン、ありがとう。飲み会最後まで酔ってない人キャプテン、それやね。私はね、飲まんでも酔えるから大丈夫。けんちゃんハートありがとう。メールの写真、25日。メールを楽しみに。ウケる。リカの水着が見たい。あやとくんお疲れありがとう。健全おた嬉しい。はじすけさん困った、ありがとう。馬一筋さんありがとう。あ、お休憩お疲れ様。台湾さんハート。おいちょちょ。ひなととろさん、くまたありがとう。くまよ、ふくちゃんち、くまた、ありがとう。くまふくちゃんちってちょっと、そっか、電気ケトルの蓋ね。あー、でもさ、あれ危険なんでしょ。でも今大丈夫。次見たいよね。つぶちゃん柄のってこと。なんその言葉だけだとかなりやばい。そうね、リゴチにリゴチ。おお、すごいこと言われてんだけど。いや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 、期待しないでください。うん、着替えてお昼ご飯食べようかな。確かに、山下美月さんの表紙みたいな感じでつぶちゃんを抱いて隠す、いいかも。つぶちゃん漏れるかな。つぶちゃんも漏れさせんといけんのやろ。表紙だもん、表紙だもん。ステージワイドル定期定期。おお、あくび出た。広島人さん、ありがとう。
粒ぞろい、あ、いいね。つぶら、出演料そうよ、払わない、着替えるか、斬新すぎ、衣装代なしはありがたいかもね、制作さん。つぶちゃんかわいいやん、つぶちゃんで行こうや。つぶちゃんで行こう、ななみしげさち、ありがとうハート。なんだろうね、しげさちじゃないかもしれない。よし、じゃあちょっと服を着替えてきます。鼻赤いよ、嘘、そうかな、もしかしたらトナカイなのかも。まあ動物撮影それ大変だよね。マフラーとかいいじゃん面白いごめんなさい、ちょ妄想が失礼しましたちょっと着替えてくるから。コバさんハートありがとう。冬の写真集もいいよね。コバさんハートありがとう。つぶちゃん推しのクマとのしいちハートありがとう。見てるからね。変なテンション。電気つけ。寒いし、これとこれだよな。あと残り33分で13時になります。お話し会の受付は13時で終わりますが、皆さん後悔ないですか？
ないようにしてくださいね。そうだね、カイロもう開封しとこ。なんかここにいても寒いし、腰にも貼っとこ。最近腰痛すごいんだよね。やばいじゃん。そう、私ね割とね腰弱いんですよね。いやそんな弱くない、強いって思ってる。立ちっぱなしって結構さ腰にくるくない？みんなどう？腰痛改善、血流改善のホットンをちょっと貼ろうかな。せーの、ペタ。お、お仲間がいたって。レオーネさんハートありがとう。そうなんや、腰椎、腰椎きつい、腰椎きつい。あ、いつから配信してるか、もう11時とかじゃない。ゴミゴミさんハートありがとう。スイさんありがとう、キラキラ。ゴミゴミさんハートありがとう。立ちっぱなし、あ、ほんと？やっぱ来るよね腰。あ、スタンディングのコンサートとかきついか、もしかしたら。みんな無理せずやで。ショップ店員さんとかになってない。ショールームの回路ね、まだ来てないね、まだ来てないね。いつ来るかね。マサイ頑張れ。マサイ大変だね、マサイ。小雨になった、止むかな、ついてるよスカートから。あ、ヘルニアか、大変だね。そっか、福ちゃんち可愛い、ありがとう。このリップお気に入り、すっごい可愛い。うん、ハッピーガール、ピッチありがとう。確かにガンでねほぐしてあげよう。ぎっくり腰になるんか。でもなんかマネージャーさんが言っとったのは、物を持ち上げるとき想定していた重さより軽かったらその力がなんか抜けてぎっくり腰になる、なる時があるらしい。それだったらしい、マネージャーさん。かわいそう。あ、わかるんだ。大丈夫みんな、30分ぐらいで限界。みんなやっぱ年には抗えんよね。私もなんか今僕体公演してみろって言われたら多分体力がなさすぎて無理かも。うん、軽い方がなるらしい。あー、物を持ち上げ、持たなくなる、持たなくてもなるの。マサさんハートありがとう。マジ腰痛には腹筋大事思う。私もやっぱ腹筋が足りてないんだろうなと思う。朝顔洗う時も危険、マジ。ポンポン大したい。アイドルなんて呼ばないね。楽しそう、したい。私も混ざれるよ。アイドルなんて呼ばないね、アイドルなんて。私がこれやばくない？本当は隠の恋、恋、なんだ
星の王子様、私はいつでもあなたを見てる。プロだからな。怖い怖い怖い。先輩がピサンゴレンさんハート、乱入したいぐらいですよ。ゴミゴミさんハートありがとう。ブルーゴールドさんもハートありがとう。なんかさ、くしゃみでぎっくり腰は確かに。靴履こうとしてかがんだらなかった。よし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 、マジ。ブルーゴールドさんありがとう。野田助さんかわいい、ありがとう。いや、僕隊公演のその東京公演羨ましいなと思ったからさ、花だれも東京行きたいし、なんなら僕隊公演したいしたい。ゴミゴミさんおんぱありがとう。アイドルなんて呼ばないね、なんだっけ、じゃーん、歌詞もちょっともうあやふやなんだけど、ダンスはできるのに歌詞忘れた。歌詞出しやってみよう。もうそろそろかな、私が配信は。寂しいなあ。ノロスケさん、ミラもありがとう。ピサンゴレンガさん、パチパチありがとう。アイドルなんて、あー、これか。アイドルなんて呼ばないで、アイドルなんて呼ばないで、私はいつでもあなたを見てる。トントンダザンと、プリ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 、チャン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 、くるツンタタンタタンタタタンタン、タタンタタンタンタラン。ももちゃんやってよ、もう一回。わかる、僕ジュリとか大好きなんだけど。ゴミゴミさん音符ありがとう。コバさんも音符ありがとう。アサガさんキラキラありがとう。確かに僕ジュリのオープニング、ハゲる時のダンスか、あれさ、あれわからんわ。タタタタンタタタンタタタンタタン、あ、違う違う、僕ジュリがオープニング、あ、はける時のダンス、ポンポン隊がやってるのか。私たちさ、ゴミゴミさん、コバさんありがとう、朝賀さんもありがとう。私さ、あのアイドルなんて呼ばないで舞台だったんだけどさ、アイドルなんて呼ばないでの子たちはそういうはける時のダンスとかも、あの入る時のダンスもなかったから、覚えること少なくてラッキーって思ってた。あと、うわー、ぴゃちゃんと日暮らししてみたい。あとねあれもやってみたかった。なんだっけ、あ、そう、アイドルなんて呼ばないでの何がいいかって、あの一発目なんですよ、そのユニットが。だからもうずっと、あの初っ端に出てからずっと待ち時間があるから、衣装でゆっくり自撮りができる。ゴミゴミさんハートありがとう。早着替えとかないからさ、ポンポン隊に出演するとかもないから。確かにシミサラの伝説の背中はやばいね。リコチ公演が待ち遠しい、ほんとそれ、早くしようね。ダンスの振り付けってよく覚えられる、それな。お話会申し込んでくれてありがとう。私さ、本当にそういう振り付け系とか全く覚えられないさ、人間だからさ、靴履くね。そうだ、もう申し込みまであと22分だ。
みんな何よ。そう、覚えらんないからさ、覚えられないタイプだったけどさ、最近しっかり覚えられるようになってきて、ああ振り覚えがほんと早くなったなって、すごいね、自分のことを褒めてあげたい。確かに移動のね番号とかも覚えてるから。2番の歌詞だけ、あ、いいじゃん。ちょっとプロになってきましたよ。もう5年目ですから。でこっちのパフォーマンス最高に嬉しい。うん、振り入れ本当にね、いや、やっぱりその今までは選抜じゃなかったからさ、なんか振り入れがもうキチキチで、その日にダンス取るとかそういう話をさ、やっぱ聞いてて、選抜の方々の、あーそんな過酷な世界なんだみたいな、私は絶対無理だって思いながらも生きてて、でいざ実際自分が選抜入って、ほんと振り入れの次の日にそのダンスシーン撮るみたいな、でもやっぱ覚えてくる、来れるんだと思ったら、私あーほんとなんかこのタイミングでほんと選抜入れてよかったなと思ってる。もし自分がその望んでる時ぐらいのその速さで入ってたら、多分振りとか覚えられなくて、本当になんかもう一生なんかの傷が、一生分の傷ができそうな気がする。なんかその STU で生きていて、なんかこの人は振り覚えが遅いみたいな、そういうこととかもさ、そうよ。だからやっぱこのタイミングで君は何を、しかも君は何を後悔するのかっていうね、僕もすごい私好きなので、そう、君は何を後悔するのかのね、選抜でなんかになると幸せだと思ってる。自作フリーダンス、そうだよ、一晩中ダンスしてた。あのさ、曲が流れるから、だからなんかダンスの振り付けとか、君は何みたいな感じにやってたよ。そう確かに最初のね、確かに MV とフルのダンスでまた振りが、あれ違う、変わるからね。でもほんと振り覚え早くなったなってちょっと感心した。このタイミングで良かったなって思ってる。みんな本当にありがとう、ここまでついてきてくれて。でもね、次のシングルとかもどうなるかわかんないけど、選抜入るっていう目標はずっと変わらずあるので。11枚目シングルか、11リボンクロス、ここマイクとかもまた変わってくるね。確かに水色魂さん、神ありがとう。ユーティーさん、キラキラありがとう。イレブンスシングル、もう11枚目シングルって多分呼ぶんかな。セブンスシングル、エースシングル、ナイン、テンス、テンスシングル、イレブン、え、ああ、イレブンはイレブンだもんね。佐々木のおじいさん、ひと言ありがとう。11っすかな、11枚目シングルって呼ぶのかな、ね、7す、8す、9すセンス、ジュース、あー確かにシングル発売させていただけるだけでもありがたいもんね。ファーストアルバムも確かに
んかメンバーみたいだね。11ス12ス13ス、ファンもメンバーも新シングルの発売を待望してるかと思ってたけど、うん、やっぱ嬉しいじゃん。そういう当たり前じゃないっていうことは置いといて、嬉しいことは楽しみってまずね。みんなでアルバム出せたらいいなね。えあったらいいよね、サプライズ。12 12 12。私この TH の発音全然わかんない。そうなんだ、8す、それで決まったんだ。イレブンスになるのか。桜美音さん、あ、マスク。いや、そろそろ家出る準備しよう。みんな今日は夜何時に配信するか分かんないけど、よろしく。パチパチありがとう、おやっきーさん、ま、ありがとう。学校に行く途中で、ゴミゴミさんハートありがとう、ライさんクマありがとう。クロワッサンたい焼きの小豆食べたいな。夜配信時間ね、またちょっと予約とかできたらいいなと思ってるけど、多分ゲリラでやっちゃうだろうな。わかんないんだもんだって、かわいいありがとう、マックス。じゃあ、あ、そろそろ終わろうとするかな。でもまだちょっとダラダラしたいんだよね。発声練習しよう、そうだ。よし、じゃあみんな今日もありがとうございました。たい焼き、そうだよね。だって朝ごはんオイコス、まださ、このまだ夜まであるのにさ、オイコスしか食べてなかったとかなってさ、声が腹から出ないとかなるよね。小豆かチョコどっちか食べたいんだよね。そうしよう。ん、あと13分、ありがとう。フレマロおバカさん、クマありがとう。お話し会の受付はと13分で終了です。皆さん待ってるからね。これね、言ってるだけだから、あのみんなに圧かけてるとかじゃなく、言うのはね、まあ無料なんで、そう言えるだけ言っとこうっていう気分で言ってます。そう、もしかしたらね、はっってなるかもしれないし、そう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 、みんな圧かけてるわけじゃない。ありがとう。みんなチョコがいいよね。チョコ食べたい、チョコ食べたい。でも小豆も好きなんだよ。両方行っていい？夜が、夜野菜だけにするならいいかな。
ありがとう、みんな見てくれ。怖い怖い。あ、リコの水着が見たい。定期定期ありがとう。悪魔のささやき。でもさ、ほんと夜まで頑張るもん私。いいよね、圧かけるのも無料なんだよね。そう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 。イエーイ、待ってます。チケットとかも受付中なの、待ってます。じゃあ2つ買っとこ。そうね、一気に両方食べなくてもいいもんね。優しいな、みんな、ね、ストックとして残すのいいよね。じゃあそうしようかな。じゃあ皆さん、今日も私の配信見てくれてありがとうございました。また夜配信もするので待っててください。39位から。フォーユーさん、あやとくん、佐藤直介さん、 B ショッパウンさん、リコチコンコン地蔵、ヤシさん、アツさん、ホーチ、おやぞさん、タクラミヨンさん、ポムさん、アムトンさん、アサガさん、レオーネさん、馬ひとすじさん、ソニーさん、カーくん、シルバーシトツビさん、ライさん、小さな恋のメロディーさん、つぶちゃん推しの熊田のしんち、午後も健やかに、おやっきーさん、のりちゃん、あずささん、あんにょーん、ひなたとらさん、たいちゃんとんこつスープさん、おひかつちゅうちしゃさん、ふりまろばかさん、さんそんさん、燃えるゴミゴミの人さん、つぶおちくまくま、りこち楽しラブ、今日もありがとう、こまさん、そして本日の秋元先生枠は山猫坊主先生です。ありがとうございます。のらすけさん、アイルトン佐藤さん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はまるともちゃんでした。まるともちゃん、今日も見てくれてありがとう。第2位は福ちゃんち、ずっとリコ調子です。ありがとう、見てくれてリコ調子ありがとう。そして第1位はタイムファイヤーさんでした。どうもありがとう、1位になってくれて嬉しい。ありがとう、タイムファイヤーさん。お、午後からも長いけどお茶配信見れたか、頑張る。お、さすが頑張れるよ、みんなね、寒いだろうけど暖かくして、そうしよう、そうしよう、メロンソーダも買っていいの。うんうん、よしよしよし、ありがとう、頑張ろう。じゃあ今日の夜も、あ、これからも頑張っていきますので、みんなも頑張ってください。それでは今日も健やかにいきましょう。それではいきますよ、せーの、えいえい、あー、みんな健やかに頑張って、配信ありがとう。確かにいっぱい頑張るし、いっぱい食べていいんだ、そんな、なんか優しいね。じゃあね、みんな、みんな優しくしてくれてありがとう。じゃあたい焼き食べようと思います。ありがとう、健やかに、さらバイバイ。